なんていうんですか、ラッセルっていうか、なんていうんですか、ああ、除雪機、これありました、これ最近持ってきましたね。あ、最近なんだ。ここにあの熊谷農機って書いてるんだけど、熊谷、へえ。ちょっと年数わかんねえよな、なんて書いてんのかな、これ6が8があったと思うんだけども。そうですね、うん、やっぱ新潟県なんだ。これは何に付けるんですか。これトラクターの、トラクターですよね。ガチャって付けて、あとバックでね。これ実動普通に付けられる。うーん、どうかな、持ってきてすぐだからまだ一回も付けてもないから、回してみないとどういう症状が出るか、まあ、使えるんじゃないかなと思うけどね。こういうのがあるんだ。うん、でも小さいサイズだね、結構ね。これで小さいんですか。小さい、うん、あ、そうなんですか。3点でいいからね、こことこことこれかな、3点についてだと、はい、ジョイント、うん、やっぱトラクターラッセルって言うんですね。うん、名称はね、一応今もあるんですか、この会社は。あるんじゃなかったかな。なんか聖地キャリアとか作ってた会社じゃなかったかな、違っとったかな。あ、熊谷じゃなくて熊谷なんだ。あ、そう、熊谷か、うん、熊谷なんだ。熊谷でもなく、あ、本当だ、熊谷なんだ。特に電気系統もなく、本当に、うん、シンプルだよね。必ず動きますね。うん、雪深かったんでね、備えあれば何かに使うかなと思って。そうですね、うん、本当に大変だったからね、今回の豪雪は本当に、うん、